皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ社民党の福島み穂ほ党首68-28が日国会内での会見で27日投開票の衆院選の結果を受け社民党にとって極めて厳しい結果になりました本当に残念ですしとても悔しい党の立て直しと同時に今後どのようにしていくのか議論をして選挙中にもらった不卓に応えていきたい と述べた写真、小池百合子氏、武さ早苗氏ら政界の阪神ファンとメガホンを振る福島瑞穂氏。社民は最重点とした沖縄2区で、副党首の新垣邦を前衆院議員、68が当選。ただ、全国の比例ブロックに7人の候補者を擁立したが、議席を得ることができなかった。公示前の1議席から現状維持となったが、 今後の衆議院選挙においていいてろんなななな工夫をしなければならないやっぱりもっと小選挙区で立てていくっていうことをしないと社民党が見えないと課題を口にした与党の過半数割れについて大変歓迎いたします政治を変えてくれという国民の声としながらも自公の過半数割れがあり立憲国民など躍進してわけですが社民党が躍進できなかったことは本当に悔しいし 残念とと追い風を受けなかったとしたし自身の身体を記者団から問われると、続投をいたしますと明言した。福島氏は、事公が過半数割れをし、かといって野党が政権を取れるのかどうかということについても、どんな風になるのか予断を許さない事態。こういう中で、しっかりいろんな政党と連絡を取りながら、社民党らしい役割を果たしていきたいと述べた。 具体的に立憲民主党と共産党、令和新選組、参議院の会派沖縄の風を上げそういうグループと、もっと力を入れてやっていきたいとした福島氏は、特別国会での首相指名選挙についても、共同会派を組んでいますので、立民の野田、佳彦さんに、10月の臨時国会で票を投じました。それににに近いいいい形になる、るととしした。たどう思いますす。か気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。